実年齢より10歳は老け込んでた姉と先日3年ぶりに再会した。今度は実年齢より10歳は若返っていた。義兄のモラハラ。義母の過干渉。離婚。前の職場でのセクハラとストーカー。持病による慢性的な体の痛み。今の職場の多忙さ。老いの発達障害。一つ一つをとっても、私では、潰れていたであろう苦難をいくつも抱え込んだ状況で。実家は毒で頼れず、私も、すでに、家庭持ちで、引っ越しの手伝いぐらいしかできず、姉は、たった一人で、二人の子供を抱えて頑張ってきた。もう、長いこと眉間に、シワを寄せた顔しか見せたことのなかった姉が、妙に晴れ晴れとした表情を浮かべていた。大学生のメイの就職が決まり、高校生の甥も、高卒で、来年の春から就職することになったらしい。その甥なんだけど、学校の成績はそこそこ良かったみたいだから、私も普通に大学進学すると思ってたのよ。甥が、ネットで、高卒でも働き口はある、借りた金は返せって、貧困層の若い女性を叩いてるのを見て、姉曰く何か糸が切れたらしい。それで、甥に、金銭的に厳しいから、高校卒業後の学費は出せない。大学に行きたければ自力で頑張れって宣告したらしい。最初は、抵抗してた甥も結局高卒で就職することにしたってさ。甥の学費について、今後4年間も頭を悩ませる必要がなくなって、ほっと一息ついて、そしたら、視界がパッと開けた感覚になったって。姉のことを毒親と罵る人も、もしかしたらいるかもしれないけど、私は、姉が間違ってるとは思わない。姉は、十分に、母親としての責務を果たしてきたと思う。苦労してきた分、第二の人生を楽しく生きてほしいと思う。元夫の不倫で離婚した。元夫と私、どちらにも不妊原因がなくて、医者も相性の問題と言っていたのに。元夫は、勝手に、自分には生殖能力がないと思い込んで無否認でやったら。不倫相手は、あっという間に妊娠した。離婚から間を置かずに、不倫バカ二人は、当然のようにすぐに結婚した。元嫁と私は、かなり仲が良くて、男の子ばかりだったから、娘ができて嬉しいと。随分可愛がってもらったんだが、不倫相手は元止めにとってそう思えるタイプじゃなかったらしく、離婚後もちょくちょくやっぱりあの子はダメという愚痴を LINE で送ってきてた。お茶にも誘われたし、家に来たいというのも言われたけど全部断った。たまに息子と復縁してほしいと匂わせるところもあって、相手をするのがしんどくなってきたので、それとなく返信しなくなっていった。ところで、私は結婚当時不妊治療のために正社員からパートに変わっていたが、離婚を機に会社の勧めで正社員に戻った。二度と結婚なんかしませんという私を気に入ったという社長が、だったら恋愛なんてする暇がないくらいに忙しくなってみるかと言って、花形部署に配属してくれて、本当に恋愛どころじゃないくらいの激務になった。お金は貯まるけど家事なんてしてる暇ねえ。ということで家政婦さんを雇った。家に帰ると、綺麗な部屋と美味しいご飯が待っている生活は幸せだった。時間帯が被らないから、家政婦さんとはあまり会わなかったけど、たまに会うと。あなたは、まるで手がかかる娘みたいで心配。体には気をつけて、と。随分心配されてしまった。その家政婦さんから、日中に、私の親戚を名乗る女性が家に来たという報告があった。実母やおバカと思ったが、話を聞いてみると、どうも元嫁のようだった。親戚じゃないから断ってくれと頼んだが、その後も、しつこく元嫁は来訪してきた。家政婦さんがあまりにしつこくて怖いというので、遠慮なく警察を呼ぶように言ったが、警官を見た元嫁が逆上してしまい、警察が帰った後に叩かれてしまったらしい。
もうそちらには派遣できませんと家政婦さんの所属から通告された。元家政婦さんに謝罪させてほしいといくらか包んだけど拒絶されてしまった。ポストを見たら元留から手紙が入ってて、あんな見ず知らずのババア、お前より若いわ。2、身の回りの世話をさせるなんて非常識、親代わりである私を頼れと書いてあった。頭にきて元留に直接電話して一切合裁を断りだと言ったが、聞く耳を持ってくれなかった。それどころか日夜関係なく家に来るようになり、警察が来てもまたオタクですか仲良くやってようという始末。会社で愚痴ったらそれストーカーじゃんということを指摘され、警察署に改めて接近禁止の命令を出せないか相談したが、もやもやと濁されて終わった。社長がだから警察なんて信用できんのだと怒って、社長と同僚たちがうちに来て私の部屋から荷物を運び出してくれた。引っ越し先は社長の自宅、会社と併設されてるで、もともと2世帯住宅用に作ってあって、息子夫婦は今海外にいるから帰国まで使えと言ってくださった。仕事でヘトヘトになって帰宅すると遅くまでお疲れ様と社長夫人がご飯を用意してくれる。休日にまとめて洗濯するかと置いておいたらいつの間にか洗って干されてた。私は一部屋足す三つ回りしか使ってないんだけど、それもいつも綺麗な状態になってる。社長夫人にお礼を言って自分でやるからほっといてくれと言ったが、どうもあなたは娘のようで放っておけないと苦笑いされた。社長は勝手に人のものに触るな、お前は姑かと怒って夫婦喧嘩になってしまったので、気まずくなってお二人に謝って逃げた。友人に愚痴ったら、なんだかわかる、あなた仕事はできるけど仕事ばっかりで自分のことはろうわらないし身なりにも構わないでしょ、なんだか放っておけなくて手を貸したくなるのよね。大学の時も友達が家で料理してくれたりしてたじゃん、きっとみんなにそう思われるタイプなんだろうねと言われた。久しぶりの休みだから近所の賃貸物件チェックしてるけど、時期が時期だからほとんど空いてない。もうこの際結婚相談所で専業主婦になってくれる男性でも見つけるべきかも。